カムカムエブリバディってね、僕また最近ちょっと実はちょいちょい見てるんですよ。視聴者の方からも最近の深津さんのやつ面白いですよって言われてて、LINE が来てたんで、ちょっとね、最近またね、ここ数日見てて、やっぱ面白いなぁと思ってて。で、深津エリさん、可愛いんですよね。すごく可愛い、すごく綺麗ですよ。10代の役をやってるんですけど、違和感なくなってきたんですよね。喋り方がめちゃくちゃ可愛いですよね。で、しかもね、サッチモって呼ばれてるんですよね。なんかそれ笑っちゃうんですよね。サッチモちゃんさって言われてて。まあ、サッチモってね、ルイ・アームストロングのね、愛称ですからね。まあ、そういう意味で、そういう風な呼ばれ方を。みんな英語で呼び合ってるんですよね。なんかね、ジョーとかね、トミーとかね。まあ、それがまた笑えちゃうんですけどね。日本人なのにね。あとね、服がおしゃれですよ。この時の。この時のっていうか、まあ、このスタイリストがいいんでしょうね。めちゃくちゃおしゃれな服選んでくるなぁと思ってて。いや、あの時代の中ではかなりおしゃれだね。まあ、そうですね。50sっぽい格好をさしてるから、なんかレトロな感じでいいです。今日のやつでも、ね、浜辺で自動販売機、瓶のね、ジュースの自動販売機ですごい懐かしかったです。子供の頃にポコンとね、線をポコンと抜く、瓶の販売機で。あれうまいんですよね、やっぱね。噛んで飲むよりも、なんかあの瓶ね、パコンってやってカーッと飲むのが。僕、台湾に昔遊びに行った時に、台湾で入ったね、お店がね、コーラが瓶なんですよね、みんなね。みんなっていうか台湾は、その時コーラが瓶だったんですよ。もう懐かしいなと思って、コーラ頼んだんですよ。で、台湾って暑くて湿気が多いから、あの時に飲んだコーラはね、忘れられないほどうまかったですけどね。まあまあ、そういうあれなんですけど、カムカムエブリバディで、上白石萌音と深津絵里さんの違いや共通点、シンクロする部分を出てきてると。それを分析したっていうのがあるんですよね、リアルサウンド。リアルサウンド割とこう深く掘ってますね、毎回ね。カムカムエブリバディはかなり深くやってるなと思って。上白石萌音は初代ヒロイン安子を演じ、安子の一人娘が、深津ちゃん演じる二代目ヒロインルイ、まあ、サッチモですよ。で、二人の幼少期を比べると、安子は岡山の商店街の和菓子屋、立花の看板娘。で、家族や従業員からこう愛されて、あんことおはぎ、あ、違う、あんことおしゃれが大好きなごく普通の女の子。で、ルイちゃん、サッチモは、名家の木島家で祖父や、祖父やおじ、おじね、うん、イサムちゃんね、イサムちゃんに愛されて育ってきたが、それこそ母、ヤスコと、早くからたもとを分かっており、少しの影のある幼少期を過ごしてきたと言えると。ただ、ヤスコの出来事をなぞるように、ルイのパートでも同じような出来事が起こるのが本作の興味深い演出。まあ、そういう演出意図なんですよね。それがちょっと、なるほどなとちょっと思って読んだんですけど、まずヤスコね、ヤスコは、ミノルさんね、北斗くんと、モネちゃんは、店番をしてる時にね、ふと入ってきたね、里帰りしたミノルと出会って、木島家に配達をしてった。で、まあそこで、付き合うまでに発展すると。一方、ルイちゃん、サッチモは、大阪でね、今ね、クリーニング屋さんのね、すごくいいね、ところにね、すごく優しい夫婦のもとでね、働かしてもらってるんですけど、まあ、そこのクリーニング屋に来たちょっと変なやつで、小田切譲さん演じるジョーね、と出会ったと。で、ジャズ喫茶のナイアンドデイって言うんですかね、あそこね。ナイトアンドデイで配達をしに行ったと。洗濯物。そしたら、ジョーの素性が分かって、そこで仲良くなっていくと。共通する部分、シンクロする部分は、安子やルイは、まず最初に相手に対して興味、好意を持つけど、次第に相手の方から恋心を抱かれるっていう流れが、またそれも一緒っていうですね。あと、まあシンクロしてる部分では、モネちゃん、ヤスコが、北斗くん、ミノルとの初デートは夏祭りのシーンね。あのシーンはいいシーンでしたよね。一番幸せだったシーンですよ。で、ジョーと、小田切譲さんと、サッチモですよ。ふかっちゃんは、ナイト&デーのサマーフェスティバル。一応だから夏祭り。でもそこもちょっとつなげた演出だっていうことですね。そして、これちょっと強引だなと思うんだけど、ミノルがヤスコにね、まあ、モネちゃんにね、自転車を教える。まあ、モネちゃん自転車
チャリ通だっていうぐらい自転車乗りこなしてるんだけど、下手にわざと見せた演技をしてたんですけどね。とやっぱ同じように小田切ジョーさんはサッチモにトランペットを教える。これちょっとね、まあ、距離の縮め方がシンクロしてるっていうことを言ってるんですか。ちょっと強引だなと思いますけど、この性格もやっぱり似てると、ルイは本当の気持ちは心にしまっ表に出さず、何のね頼りも面識もない大阪に一人で来たんですよね。そういう一回決めたら曲げない生活は、性格は安子と似てる。まあまあ安子もね、自分勝手だなんていうね、あの辛辣なねコメントも多かったですからね。それも実は深津ちゃんの演技力が功を奏した結果だという話なんですね。深津が10代の役を演じること自体に驚きを隠せないわけだが、どこか当時の安子に寄せたような、モネちゃんの演技にね寄せたような感じにしてるんではないかと。うわー高えという声のテンションや、軒先でジョーと過去について話す目線の配り方、あと会話手を後ろに組んで投げてみますかと誘う時の声と姿勢、そして怪我したらあれやからと言われたと、そうですよねすみませんとお辞儀の仕方、大月さんのトランペットが聞けへんようになったら私も嫌やと笑顔で言う表情が偶然か必然か、上白石萌音演じる安子の面影を感じさせるのだ。そんな細かいところまでやってんすかね。それでやったらものすごい女優ってすごいなと思いますけど、俳優ってすごいなと思いますけどね。だからどことなくその親子だっていう共通点を演技の中に見せてるってことですか。いやそれだったら恐ろしい話ですよ、女優俳優は。母親のことを思い出したくなるのを同じように仕草をする、これが意図的ならば深津の演技力はやはり奥が深い。もうそれが意図的だったら本当そうだと思います。2人の演技の違いといえば、モネちゃんは木島家に気を使う葛藤、深津ちゃんは過去との葛藤で悩んできたが、安子が若い頃は相手への気遣いからも気を張って明るくしようと努めるに対し、サッチモは過去の影からどこか申し訳なさそうに一歩引いてしまう。あ、まあ確かにそうかもしれないですね。ちょっと引っ込み思案な感じがありますね。あんまりグイグイ出ていかないですよね。どちらも朝ドラのヒロインらしい人物には変わりなく、時代背景や環境の違いがしっかり伝わり、母子という設定に、2人で説得力を持たせてきた。まあ確かにこう見てて見比べるとね、時代背景がものすごいやっぱり出てますね。やっぱ昭和40年代の話だから、ちょっと明るいっすよね。やっぱね、もうもはや戦後ではないっていうね、感じがにじみ出てます。まあ、とにかくあの、みんながね、英語の名前で呼び合うところがどうも僕は笑っちゃうんですよ。おいジョーとか、おいトミーとかね。ただ、ルイに関してはあくまでも序章であり、今後、大人から母親になっていく。まあそうですよね、日向を産むわけでしょ。日向の道を歩く。まあそれもね、アームストロングのね、サッチモの、あの、曲からの流れですよね、きっとね。で、日向って名前にするんですよね。で、こっから川栄さんが出てくるんでしょうけど、まあ、どう見せるのか、本当に確かに期待が高まりますよね。安子、モネちゃんも青春期は幸せな日常が描かれていたが、結婚以降は戦争や家庭の問題など多くの苦難が降りかかったと。サッチモにもそんな苦難が訪れるのか、それとも情を支えてジャズとともに日向を歩く道を歩く人生になってくるのか。ルイが母親になり、安子の気持ちが分かった時に、深津がどんな演技を見せるのか楽しみだ。そうね、今日のこれはカムカムでは最後のセリフがね、結局ジョーがねトランペットの大会に出ることになったんですよね。出るわって言って、あよかったって言ったら、してそれでトランペットもし優勝したら、サッチモはサッチモちゃんは俺と一緒に東京に来てくれ、行ってくれへんかっていうね誘いでね、えっていうねところでね終わったんですよ。まあ、そこがちょっとどうなるかですよね。まあその後朝一ではねロバートがね出てました。その後安子とはどうなってますかって聞かれてましたけど、元気にやってますとか言ってますけどね。まあ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 、まあ、そんな感じ。またモネちゃんがなんか関わって出てくることはあるんですかね。なんか一回勢ぞろいしてほしいですけどね、妄想の中でもいいですけどね。まあなんかそういうの見たいなと思います。まあそんな感じですね。ではでは。